こんなパイピングのとこだけ生地を決めれるんですけど、はい、でもシンプルめでいいかなと思うんですけど、まあほんまにシンプルだったらもうダークネイビーとかちょっと青めにするちょっと水色っぽくするかがシンプルなんかなっていう感じ、はい、赤とかはないと思うんで、はいはい、ストレッチだと着やすいんですか、いやそんなもうほとんど入らないんで、はいはい、別に多少なりとも楽になるのはそれはストレッチやけど、はいはいはい、もうほとんど表地だけの感じなんで、はい、もしくはブラウン、もうそのまま、そのまま、ブラウンもいいっすね。ブラウンでもちょっとこう、はいはいはい、色を変えておくとか、なんかネイビー系でもいいかなって思う。ああ全然合うと思います。はい、ネイビーでいきます。ネイビーでいきます。わかりました。この辺でいい。はい。あえてちょっと青っぽいのでもいいんですかね。青っぽいのでもいいと思う。うん、青っぽいのだったら濃くしてあげた方が、はいはい、綺麗かなとか、薄いのより。はいはい。こういうのとかですか。うん。これ黒ですか。これ黒です、うん、ここになるとちょっとパープルなの、はい、この辺がいいかなと、うん、青やったらね、でも茶色がやっぱ綺麗、こういうのがなんかあいいっすね、雰囲気よく感じる、はい、こっちはちょっとあれやけど、こういう水牛ボタンとか あれがいいっすか、これでいいのとか、はいはい、正直結構いました、敵いた、はい、たまたま周りに結構その今もプロになってるような子が多かったのが、うん、そうじゃないけど別にプロでなんかすごい活躍してる人は同級生とか その地域ちょっと超えたところにいたわけじゃないけど敵がいた、同級生でアントラーズに上がったやつが2人いるんでめっちゃうまいで、で僕もアントラーズユースに誘われてたんですけど、うんうん、僕高校サッカー選手権に出たかったんで、あ選手権に出たくて、うん、そっち選んで大丈夫です、はい、僕それで大学行ったじゃないですか、その高校から、ね、うんうん、高校の時めっちゃオファーは来たんですよ、ほんなら最初はプロ考えてなかった、いやなんか漠然と多分大学卒業してからでもいいやって感じで、ああなんかその高校卒業する時にオファー来たんやったら、はい、もうそっちにわーってこう気持ち浮き足立たへんかった、最初めっちゃだったんですよ、そしたら周りの大人全員に止められたんですよ、ちょっと行くな、まだ早い、うん、高校から行ったらお前引退したら怖いぞと、で、あのプレースタイル的にも潰されちゃって、うん、バーンって体できてなかったんで、あ大学4年間でもちゃんと成長していけば絶対プロになれるからって言われて、うん、それを信じていきました大学は、へえ、じゃあプロは一応視野には、はい、ありました、ありました、あって、で大学でなんかその僕が行くタイミングで、うん、健康科学部っていうのが琉球でできて、うんうんうん、保健体育の先生を取れるみたいな教職、はい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 、であの特待で取ってくれるっていうんで、はいはい、だからじゃ親的にも多分そっちの方が嬉しかった、そりゃそうやろうね、それだけでだってちょっとこう安心やもんね、まあそうっすよね、うん、22ぐらいで路頭に迷う人いっぱいいますもんね、そうやね、2、3年契約で、まあ、20前半までは見てくれるんですけど、そこからは経験値も全然違いますし、うん、一緒にやってる人も違います、多分1年っていうのはお試しぐらいな感じなんですよね、多分チームからしたら、年俸が240万とかで、はいはい、プロ上げてダメだったら、あ、やっぱダメだったねって言っちゃうんで、僕紐もいいかな、紐もいいなの、はい、でサイドゴムにしておいてベルトループだけつける感じ、はい、はい。